大城万美希は、室町時代の武将。日立大城主当主。水戸城主。大城仙国の子。弟に、大城州美希。実子に、継承。養子に、上杉憲友、千葉康種。大城、来津吉。一説には、万津吉の実子がいる。養命は長年。性質は、山いる、余儀の娘とみられる。父、仙国が、足利義明から。 変紀の授与を受けたのと同様に、万津吉も鎌倉久保を、足利氏密より変紀を賜ってその名を称した。なお、現存する万津吉名義の書出が王栄七年であることや、祖父である高津吉が栄徳二年以降、後を継いだ、戦国も、取得三年三月に、父の後を追うように没しているため、幼少で家徳を継いだと見られている。鎌倉府に仕えていたが、 競合関係にある佐竹氏が、山内上杉氏から養子を迎えたのに対抗して、犬犬上杉氏から養子を迎えて、これに対抗しようとする。欧恵23年に、元関東官令、上杉前州が、鎌倉久保を、足利持氏に対使兵を挙げると、前州の子、乗友を養子に迎えていたこともあって前州方に、加担、翌年全州が廃止すると降伏した。その後、 京都府地州となり、室町幕府側に就いたが、大三34年、鹿島社の重要な祭事の一つである、青山祭りの禁止をするために、水戸を離れた隙に江戸通り棒に、水戸城を奪われ、二年後に、鎌倉行きの下で実施の継承と共に殺された。没後、足利持氏の遺行によって、佐竹義則の三男が、当主に建てられたが、有機合戦によって、 佐竹氏が室町幕府の追悼大将になると、かきつもと年頃に、大城氏の重臣たちは、佐竹氏に追い返して、代わって、万津氏の次男ともいともされる大城、大津氏が家督を継いだ。大城清美紀はこの末裔である。中根正と南北朝室町前期の日立大城氏。 日立大城市と中世後期の東国 ISBN978 から4から8660207542019年 P73.86AB 中根正人南北町室町前期の日立大城市日立大城市と中世後期の東国 ISBN978 から4から8660207542019年 P71 から73.85 王英三十三年とする説もあるが、中世において、鹿島社の青山祭りの禁止役は、日立平氏の諸子の間で七年に一度持ち回りで、勤める原則が維持されており、計算上大上氏が、禁止役を務めるのは、王英三十四年のこととされる。中根正と室町中期の日立大上氏では、この人物の名前を大、大上建国としたが、 後になって根拠とした文書の発給者の否定に誤りがあり、建国は佐竹義人の子ではなく万津義時代の大乗一族、もしくは重臣であったとして、旧説を撤回したために現時点での実名は不明となっている。中根正と室町中期の日立大乗氏、初週高橋治編著、シリーズ中世関東武士の研究第16巻。 日立平氏 ISBN978 から4から864031677ありがとうございます。